い、皆さんおはよう。今日はね、もうプラケのままお送りするわ。今映ってるのはね、これつけまよさんよ。ちょっとね、今日もご飯あげていこうと思うんだけど、一匹ずつね、今日はやっていくわ。ちょうどいいとこにね、つけまよさんね、いたんでね。じゃあ、出席取るわよ。つけまよさん、はい、OK。つけまよさんね、さっき昼間ね、私お昼にね、バナナもらったんで、ちょっとお裾分けしたらね、バナナめちゃめちゃ食うのよ、この子。今まででダントツに食いつきが良かった、バナナ。だけどね、今日はね、やっぱりバナナじゃなくてコオロギを食べてもらいたいな。コオロギ食べないともうクレス川丘保育園も卒園できないからね。だからちょっと今日はね、コオロギの汁を舐めてもらって。え、どこ行くのよあんた、どこ行くのあんた、コオロギ食べんのよあんた、ケツ見せてんじゃないわよあんたね。え、先生にケツ見せるとか何事あんた。ちょっとどこ行くのよ。ちょっと早速コオロギをね、あげていくわ。頭取ったちびっこ、いやだからどこ行くのよあんた。ちょっとそこ、いやだからどこ行くの。こうなったらそこでいいわよ。ただめっちゃあげづらいよね。このコオロギ食べてるのよ。でもバナナの時はね、めっちゃ積極的にバクッときたんだけど、でもバナナのようにはいかないよね。やっぱりこう好きな味だと、バナナあげた時にバクバク食べてたから、あんまりコオロギ得意じゃないのかしら。でもちょっとできればコオロギ食べてほしいのよ。やっぱでかくなるためにはコオロギだと思うの私。ちょ、本当コオロギ食べないとあんた卒園できないわよ。まずベロリなさいよ。まずベロって、そっからバクッといかないとあんた。首かしげてる場合じゃないのよあんた。ちょっとこっち。ベジタリアンぶってるんじゃないわよあんな。バナナ食ってコオロギ食わないとか、肉食ぶりを発揮しなさいあんた。ダメね。こうなったらとりあえずクリスドールだけ食べなさい。じゃあとりあえずペロリなさいよ。もうちょっとツイッターとかね、インスタにあげたんだけど、本当バナナのね食いつきっぷりを見せたかった皆さんに。もしあの私のツイッターとかインスタフォローしてる方いたら、本当つけまよさんのねバナナの食いつきをちょっと見ていただきたいわ。もう今までにないぐらいね積極的に食いついてきたから、やっぱバナナ好きみたいね。でもね、つけまげさんは全然食わなかったのよ。
めてクレスゾールぐらいちょっとペロりなさいよあんた。バナナで腹いっぱいなのかしら。もういいわ、もうちょっと先生疲れちゃったから選手交代ね。はい、じゃあね、次はね、つけまげさんよ。はい、ちょっとつけまげさん、ちょっと止まりなさい。あんたどこ行くの。ちょっと一回出席取るわよ。出席、ちょっと出席取りたいの私。いや飛ばないでいいから、私出席取りたいから。出席食べてもご飯の時間よ。はい、つけまげさん。あ、これダメだよ、失敗じゃない。つけまげさん、はい。じゃあね、このままちょっと、こ、いや、ちょっとどこ行くんだ、どこ、ちょっとまだ餌あげてないじゃない。あんたご飯ちゃんと食べないと卒園できないわよ。あんたご飯食べるようになるのがもうあれだから、卒園の条件よ。ちょっとコオロギ食べなさい。あんた昨日2匹食べてんのよね、コオロギ。まずペロりなさいよ。まずはコオロギの中身をペロりなさいよ。上向いちゃうと、あんまり上向いちゃうと映んないか。いやいやいや、アタックしなくていいか。久しぶりにコオロギを食べてる姿をちょっと撮れたな。ちょっとこのまま2匹いっちゃいなさいよ。ユウ2匹いっちゃいなよ。ユウこのまま2匹いっちゃいなよ。ちょっと汁が弱いわね、汁の出が。とは言わず2匹行きなさいよ。あんた まずちょっとペロりなさいよ、とりあえず。いいわね。あんたいいわね。最高よ今日。最高だわあんた。2匹も食べて。つけまよさんももう全然食べなかったの帳消しにしたわこれで。あんた今日取れ高最高よあんた。ついでにクリスゾルも食べていくかしら。いや食べるのね。これでもうね、ちょっとつけまげさんはもう大きくなりそうよ。これでこの調子で食べてくれればもう卒園も間近ね。これでできることならつけまよさんにもね食べていただきたいんだけど、まあ、今日はもうあなたのおかげで取れ高最高よ。はい、つけまよさん
なんとかつけまげさんがあんたの分も取れ高いい感じにしてくれたわよ。はい、というわけでね、今日も授業は終わっていきたいと思います。また次の授業でお会いしましょう。プラキでした。プラキでしたじゃないわね。さようなら。